おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。1週間始まりました。今週もね、ゆるーく頑張ろうね今日はね、ニラそぼろ丼です。まずね、ウインナーに切り込みを入れて、っていうか今日はね、すごい風が強くてね、寒いね、びっくりパプリカとね、ピーマンは細切りします。なんか今年はさ、暖冬かなと思ってたら、この気温差の激しいことよ。めちゃくちゃ寒い日もあれば暑い日もあってね、困っちゃう。いつだったっけ、先週はね、鹿児島は最高気温がどっか20度ぐらいまで上がりましたよ。今日は何度なんだろう、すごい寒いですよ、ブルブルそしたらね、ニラは1センチぐらいにザク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 っと切っていきます。もうね、ニラは一束たっぷり使うよ。ちょっとね、今日私がね、朝から予定があるから、お弁当のおかずちょっと多めに作ってて、夕飯の副菜に回そうかなっていうね、考えです出汁巻き卵の準備をします。そうだからね、ピーマンとパプリカもいっぱい切ったし、ニラもね、全部使った、ね、できるだけね、こうなんていうの、朝から予定があるときにはお弁当作るとき多めに作ってね、ズルしますだし巻き卵から焼いていきます。そう、ほんでね、この油敷きね、だいたいどれぐらいの頻度で交換してるかね、聞かれることがあるんだけどね、結構だいたい1ヶ月にね、1、2個変えてます。だし巻き卵の分量これです。だからね、2週間に1個とか3週間に1個とか、その時のハケの状態でね、使い捨てにしてるよ。だからね、すごいストックは結構買ってますやっぱさ、その時の状態でも違うから、だいたい 2,3 週間に1個買い替える感じかな、交換してる、うん。これで巻き終わりです。で、油をペロッと塗って、でウインナーをね、焼きます。そしてフライパンにごま油を熱します。パプリカとね、ピーマンを炒めていきます。スキレットのね、大きさに合ってないけどね、気にしない気にしない混ぜれるからなんとかなるよそしてね、味付けは簡単に黒瀬スパイスです。これね、ほんとおすすめ、黒瀬スパイスは美味しいよ、うん。で、全体を炒め合わせて出来上がりです。で、ひき肉をね、フライパンにドカンと入れます。で、火をつけてほぐしながら炒めていくんだけど、凍ってましたね、ちょっとだから両手でね、
無理やりこう解体した。でひき肉をね炒める時にはコールドスタート、フライパンがね冷たい状態でもう油も何も敷かんで初めて行ったらね、あのボソボソならなくてしっとりふんわりね仕上がるから美味しいですよ。これねひき肉昨日の夕方出したんだけどね、まだねほんとちょっと凍ってたからもう両手でゴシ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 ね崩していきました。ひき肉にあらかた火が通ったらニラをドカンと入れます。ザルについてるのももったいないから取るよ。そしてね炒め合わせます。調味料をね入れていきます。分量はこれです。でねこのニラそぼろはね多めに作ってたら作り置きにもできる。これでチャーハンを作っても美味しいし豆腐ステーキにかけて食べても美味しいです。でひき肉の量はだいたい 100g 前後です。でこれね全体に馴染んだらニラそぼろの出来上がりです。で白身フライを揚げていきます。息子がねご飯食べた後だったのにね、ほら揚げ物大好きだから食べたいって言ったから息子の分まで3枚揚げました。この白身フライは業務スーパーで買ったやつね。でね170度で3分揚げたよ。集めていきます。ご飯の上にニラそぼろを乗っけて丼にします。ご飯が進む味付けだからね。でハッサン最初はこうやって丁寧にね乗っけてるんだけどだんだんめんどくさくなってきてゴイゴイ乗せていくよ。こんなあるの。すごいね、もう一応丁寧に最後はしたね。フリルレタスで仕切ります。そしてだし巻き卵を詰めます。今日はね大きめに切ってる、食べ応えがあるよ。そして白身魚フライをね斜めに立てかける感じで詰めて、カップにパプリカとピーマンの炒め物を入れて詰めます。を詰めて、今日もねこの赤ウインナーが短いからねグリーンピースをピックで刺してます。ミニトマトをちょこんと乗っけて、でね白身魚フライにソースをペペッと、でブブアラレでおめかしをしました。でこれさセリアに売ってるスキレット型のさじ大さじとかあんなのかな、それを置いてねこの上に桜大根のお漬物をね乗っけました。
あのほら周りがさ茶色い時にはこういう感じで色を足していけばまあまあ見た目的にもね良くなるかな。うん、出来上がりました。はい、今日はねこんな感じのお弁当でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ね、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは良い一日を。バイバーイ。